6月23日ですね。あと2日後で大阪に行きますので、はい。今日、昨日でちょっとやりたい曲と、出して、リクエストと、比べながらいろいろ何やろうかなと思って、やってもこの時間が楽しいんすよね。何歌おうって考えて、何の歌詞カード整理して練習しながら。いや夢中になるね、楽しくてね。ああ、楽しい。ぜひ、6月25日に、大阪の、ジャンクボックスでやりますので、ぜひ、恥ずかしがり屋の皆さんから、恥ずかしながら行きますというメールが何通か来てますので、ありがとうございます。じゃあ、それに、合わせて、私も頑張っております。まだね、腰がね、日々、症状が違うんですよね、これ。なんなんやろね。痛ない時もあるし、痛い時もあるし、なんかのポーズした時に、もう、やるせない痛さになる時もあるし、歌っててやるせない痛さになったら嫌よね。足組むのが良くないって言うからね。うん、でもね、立って歌うもあれやし、ちょっと、前回見たら俺、前回32曲とか歌ってんねん。2ステージで。すっきゃな。まあ、なので、今回ちょっと減らそうかな。ちょっと減らして30曲ぐらい。もう、いやもうちょっと減らすかもしれないですけども。まあ、ライブなんでね。ライブっていうのは生なんで、その臨機応変にいろいろやっていきながら。あと、まあ、こういう一人でやるライブなんで、うん、急に歌変えたり、久しぶりに来ましたいう人が、歌聞きたい言うたら、歌えたら歌ったりもしてますので、ぜひ、はい、カバーもやりますので、もう明日がちょっとバタバタしてるので、もしかしたら、25日まで、来てって言える、YouTube 放送はこれが終わりになるかもしれませんので、ぜひ、一人と言わず、誰か友達連れてね、ぜひいらしていただけたら、友達連れてね、いや、本当に来てほしいな、久しぶりの子とか、もうこれ YouTube しだして久しぶりとか、癒してもらってますとか来るからさ、俺を癒して、ライブに来てくれたら俺が癒される。6月25日、お待ちしております。目が覚めたんだ。涙跡が頬に冷たくて悲しくて眠れなくなった。夢みたいな恋だった。奪われるのが怖かった。だから自分から壊しちゃった。うまくいかなくなることに怯えてた。あんな感情にはもう出会えないな。本当のこと伝えるのが怖かった。気づかないふうにで嘘ついちゃって、虚構の中それが真実。二人気づいた思い出のぼろげなあの空間が変わることなく佇んだまま、また夢の中さまよってる僕なんだ。残像だけがただ明確すぎて果ててくのかな。そんな時間は無駄だったのかな。君の夢を見てたんだ。目が覚めたんだ。涙跡が頬に冷たくて悲
空っぽで、そこにあのある夜を見つめてたんだ。電話の向こうの君の泣き声、記憶の中まだ響いてる。君の夢を見てたんだ、また君の夢見てたんだ。なぜこんなに夢を見ちゃうんだ。重なってく、積み重なってく、二人気づいた思い出のボロげなあの空間が、変わることなく佇んだまま。悲しくてさまよってる僕だが、君の夢を見てたんだ、また君の夢見てたんだ。なぜこんなに夢を見ちゃうんだ。君の夢を見てたんだ、また君の夢見てたんだ。